スタートしました13投これから2コーナーに向かっての先行争いですさあまだ固まった状態ですがじわっと出てきましたのが3番ボラータ木村武が出てきました3番ボラータですその外追走していきましたのが 4枠1等、これが七番、五アラマサコマンダーで、これから周回コースへと入っていきます。ゆったりとしたペースになってきています。3番、ボラータ先頭、木村武史それから2番手が山人パニエ、真島大輔が追走していきました。そして9番、インフラレッドデイ、赤岡修二が現在3番手。その後固まって11番、ラブソング、サメ島勝也。その後、ダンストゥーナイトが、マトバフミヨです。あとは2番の、ハルルが追走していきました、森太トその後、ウィング・オブ・ハーツが、吉原宏人です。あと、外からは、リリカル・ホイッスル、宮崎光幸。そのインコース追走 していきましたのが、1頭追走していきましたのが、5番の荒政コマンダーが山口を前は3。コーナーのカーブに向かっていきます。その後ろですが、8番のマイネリッカーは向こう山巻き。山脇あと交代していきましたのが、1番のアルテッツァ三鴨とのリフリソラをかわして10番テンプトミーノットが丸の勝度を最高峰最高峰から1頭かわして13番のマリノエトワードは吉田明宏です。3。コーナーから4。コーナーに向かっていきます。さあ、先頭はヤマニンパニエに代わって追ってきていますのが、インフラレッドで 400m 標識を通過前の2頭が抜け出しまして、4。コーラーのカーブを迎えます。 さあ先頭はヤマニン・パニエ外からはインフラレッド・レイこの龍馬の争い後ろからはさあ2番のハルルが差を詰めてまいりましたあとはウィング・オブ・ハーツ・吉原宏斗が差を詰めておお外からは14番テンプト・ミー・ノットですさあ先頭はヤマニン・パニエヤマニン・パニエ・マシバワ・ライスケですが外からテンプト・ミー・ノット外からテンプト・ミー・ノット丸のカストが差し切ったテンプト・ミー・ノット五輪。14番テンプト・ミー・ノット丸のカストがやっております その後2番手、7番のウィングオブハーツ、吉原博と、あとは固まっておりました、6番の山忍パニアが3番手優勢でしょうか、マシマ大介です。